ジェドルは、フランス、ミリィコールピレネー地域圏、オートイコールピレネー圏の旧コミューン。2016年1月1日、ギャバルニーと合併し、ギャバルニー・ジェドルとなった。ジェドルは、面積が約145平方キロメートルのトルムーズ建国とエストベ建国を超えると、スペイン国境に達する、オートイコールピレネー圏のコミューンである。 コミューンの重要な部分はピレネー国立公園に含まれる。ガブドがバルニー側の北に位置するところは、標高が905メートルほどで、リュズサンソブールとガバルニーの間に挟まれている。標高が最も高くなる3192メートル、または3194メートルのところは、北東のピク、ロン付近でアラヌエ及びリュズサンソブールと接している。 ヒレネー山脈の中にある、ジェドルの村では、ガブド・ガバルニー川とその支流ガブド・ヤス川が、合流する。別の支流ビューガレ川もコミューンで合流する。ジェドルの名は最初ガスコーニュ語のエディアール、JDR であったと分析される。実際は、古いガスコーニュ語で草原を意味するジェル、キーチ語を意味する、ジャードから誘導され再解釈されたようである。ジェドルには、 水力発電所が2箇所ある。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。